はい、誠一です。今日はですね、トンナハビーチを紹介していきましょうね。トンナハビーチっていうのはね、池井島と宮城島の間にあるんですけれども、海中道路をね通っていって あるビーチですね。うるま市になります。でここのねビーチの特徴っていうのをね3つ挙げるんですけれども、1番はね、まずね、まあ人がいない穴場スポットだよってことです。まあ綺麗なね天然のビーチなのに穴場スポットだっていうことと、あとはもう一つがこのね、今も見えてますけどテラス席があります。そこからね、まあ見えてますけれども、これだけ綺麗なね景観を前にしてね、テラス席で食事したりとか休んだりとかできるっていうのが一番、まあ、違うところですね、特徴ですね。でもう一個が、あとね、まあ今見えてますけどね、横とかね、ここ島なのでサンゴがあるんですよね。そこでシュノーケリングしたりしたらね、もう本当に直にね魚がいっぱい見れる。でそこにね餌やりとかもできるよっていうのがねポイントになってます。はい、まあそんなね、トンナハビーチここから紹介していきたいんですけども、まあこのチャンネルではね、まあ他のね綺麗な、まあカットいっぱいしてね、おしゃれにっていうことはねちょっとできてないんですけれども、どっちかっていうとね計画立ったりとかするために見やすいようにワンカットでね作られています。まあ行った時にねちょっとギャップがあるなとかね、こんな広いと思ったけど狭いなとか、狭いと思ったけど広いなとかってね、そういったことがないようにとか、あとまあ雰囲気ですよね、感じてもらえるようにということでね、そういう作りになってますので、ぜひね、まあ見てもらって、でそれで計画とかの参考になればなと思ってますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。はい、まあ今見えてるようにね、まあ、テラス席がね上と下っていう形で2段になってるんですけど、ここでバーベキューとかもできるようなビーチですね。まあすごい綺麗でね、島ならではの綺麗さになってますね。近くにね池井ビーチとか、まああるんですよ。浜比嘉の方にもビーチとかあるんですけれども、やっぱねちょっとここはねこじんまりしてて小さいビーチかなと思ってるんですけれども、全然人もいなくてね、うちなんちもね知らないんですよ全然。僕もね聞いたこともなかったです、トンナハビーチっていうのはね。なんですけど、結構穴場でね、これだけ席数もあって、テラスもあったりとか、屋根がついている、休む場所から、これ、下にね、見下ろすような景観っていうのはね、県内でもあんまりないのでね、なので、おすすめのビーチになりますね。まあ、池井ビーチとか、あとはまあ、大泊ビーチだったりとか、浜比嘉の方のビーチっていうのはね、ちょっとまた特色が違っていて、まあ、うちらのビーチとかね、マリンスポーツがっつりやるよとかね、そういった形になるんですけど、どちらかというとこっちはね、バーベキューとか、食事、テラス席で食事しながらとかね、あとあまり人がいないので、シュノーケリングしながら、ちょっと餌やったりとかね、餌が買えますので、そこで、餌やったりとかっていう形で、ちょっとまあ、あんまりもね人混みが嫌な人とか穴場ビーチ探してる人とかには特におすすめになるかなと思います。はい、まあね、ここから降りていくんですけど、防護ネットあるんですけど、ここ以外でも泳いでも大丈夫よっていう形で監視員の人もしっかりいてね、まあ常駐してるわけじゃないんですけど、こっちのね周りの人たちがマリンスポーツしながらちゃんと見てくれてるので、まあ沖まで行くとねちょっと危険なところもあるので、しっかりねそこはね監視員の人、まあ店員の人たちね、ここねすごい優しくていい人たちだったので、まあその人たちにね声かけてもらいながら遊ぶっていうことができます。でまあ横の方もね、この琉球石灰岩って崖になってて、もう岩山がね出ててね、島っぽい雰囲気でね、その中からこの景観ですよね。で透明度もすごい高いビーチでした。びっくりしましたね、透明度高くて。池井ビーチも結構透明度高いなとかって思ってたんですけど、まあ僕が来た時にはねやっぱ池井ビーチよりも綺麗だなっていう感じでして、上からも見れるんでね、景観が見れるじゃないですか。エメラルドグリーンがしっかり上から見れるっていうのでね、すごい綺麗なビーチだなっていう、見た目ね、上から見下ろす感じいいなっていうのがね最初の印象ですね。で透明度も高いですし、で魚がいっぱいいるんですよ。シュノーケリングができるんですね。他のところっていうのはやっぱりね、ちょっと人がいっぱいいるとね、魚が逃げちゃったりとか、サンゴが近くになかったりとかすると絶対見れませんので、まあ、そういった意味ではね、すごい穴場のビーチで人もいなくて、こういうね岩場のところでシュノーケリングできたりとかするっていうようなねビーチになりますね。でまあ森に囲まれてる感じだったんでね、雰囲気も最高ですし、ビーチのねマリンスポーツもそうなんですけれども、パーラーとかね、そういったところも充実してるので、ちょっとそこも紹介していきましょうね。でまあメニューというかね、このビーチのまあ
メニュー、金額ね、とか入場料とかね、説明していくんですけど、基本的にはね、500円を払うと、入場料と、あと駐車場代とシャワー代込みになります。小学生だと300円ですね。これちゃんと払わないといけないです。はい。で、これ払ったら、ちゃんとシャワーも浴びれますからね。うん、で、あとはね、まあ、レンタル用品とかっていうのも結構いっぱいあります。まあ、パラソルだったりとか、あとまあ、ライフジャケットとかね、そういったものも貸してくれたり、浮き輪とかね、そういうのも500円とかね、借りれるようになってますね。で、シュノーケリングのセットっていうのが2000円で借りれるので、わざわざ自分でね、持っていかなくても大丈夫ですね。うん、で、レジャーシートとかもね、うん、サンダル、まあ、サンダルとかタオルとかも販売でしてます。で、あとね、魚の餌っていうのを買えるんですよ、ソーセージでね。それがね、それをちぎってからね、揚げたりとかしてたら、シュノーケリングしながらね、魚が寄ってくるので見れるよっていうことでね、これおすすめです。やった方がいいかなと思いますね。うん。で、他にも、まあ、いろいろ売ってますんで、まあ、しっかりパーラーっていうかね、売店がありますから、あんまり心配しなくても大丈夫かなと思いますね。で、マリンスポーツもね、しっかりあるんですけれども、ジェットレンタル1日ね、6万円。で、まあ、2時間だと、3万円という形ね。多分これ、まあ、乗るやつですよね。まあ、ここまでしてね、借りるかっていうとね、ちょっと微妙かなと思います。僕、まあ、ね、乗れる人はいいんですけどもね、楽しいと思うんですけど、まあ、体験ジェットスキーっていう形でね、2000円でやってますんで、そういったので、遊べるのかなと思いますね。まあ、バナナボートとかも1000円でできて、マーブルとかね、ウェイクボードとか、そういったのもできますので、うん、そんなにマリンスポーツ全然できないってわけじゃないので、うん、綺麗な海でね、マリンスポーツできるよっていうのは、おすすめですね、ここはね。で、ただ、まあ、池井ビーチだったりとか、浜比嘉の方のビーチとかってだとね、池井ビーチだと、池井島一周とかね、うん、ガラスボードで持ってね、うん、中で魚見るよとかっていうのもあったので、まあ、そういったのはないので、ちょっとね、まあ、個人的に、ちょっとまあ、マリンスポーツもやりたいなっていう形であれば、そんなに問題なくできるよっていう感じですね。こう、マリンスポーツがっつりやるってなると、近くの、そういった池井ビーチだったりとか、ムンカムビーチとかにね、行った方がいいと思いますね。はい。で、一番のポイントっていうのは、まあ、バーベキューができるっていうところだったら、テーブルのね、テラス、一番最初に出てきたテラスありましたよね。あそこで遊べるっていうのが一番の、ポイントなので、そこを、借りるのにはですね、上の方の一番高いところから見れるところっていうのは3時間以内だったら1500円で、1日だったら3000円で借りて、で、そこで座ってみるっていう形なんですね。これバーベキューするときも一緒です。で、下の椅子とテーブルだけの利用料っていうのが2時間までだったら500円で、2時間以上だったら1000円という形ですね。中間になったところですね。休憩所とかね。そういったところですね。で、まあ、ずっとね、1日借りるんだったら3万円、休憩所も借りるんだったら3万円だよという形なんですけど、まあ、基本的にはまあ、テラスの席でね、やって、まあ、お昼食べるんだったらバーベキューとかで、1人前2000円でできるので、で、ガス、鉄板借りるんだったら2500円。これがまあ、全部なので、全員で割るのでね。それプラステラス席っていう形で、まあ1日だったら5500円ぐらいですよね。3000円と2500円足して。みんなでそれ出し合ってね。で、バーベキュー1人2000円でやるってなれば、まあ夜までご飯食べれるっていう形であればね。景観の中バーベキューできるっていうのはすごいいいのかなと思いますね。うん。で、その他にも、まあ、いや、これはもう借りてね、ご飯バーベキューとかはやらないよっていう形であれば、まあフードとかね、そういったものもしっかりね、あります。うん。まあ、沖縄そばもあったりとか、ぜんざいとかね、沖縄のぜんざいとかもあんまりみんな食べないと思うんですけど、氷ぜんざいってあったかいものじゃなくて、かき氷の中にぜんざいが入ってるんですね、うん、こういったものが ありますので、パーラーみたいなところですね。で、あとはまあドリンクですね、ビールだったりとかから、まあ、水とかね、ソフトドリンクまで飲めるよっていう形は買えるよっていうことですね。まあ、これは持ってきてもいいかもしれないですね、うん、自分たちでね、持ち込みができると思うんでね、そういう形になっています。はい。まあ、これだけね、うん、綺麗な海で、で、バーベキューができるとかっていうのはね、うちなんちゅの、まあ、パターンじゃないですか。いろんなところで人工のビーチでできるよっていう形なんですけど、こことかっていうのはやっぱりまあね、飲んでから運転していくっていう、帰るっていうのは結構大変なので、代行を呼んだりとかも大変なので、やっぱりまあ近くに泊まってるとか、あとまあね、お酒飲めないよっていう人がいらっしゃるんであれば、バーベキューしてね、お酒飲んで一緒に帰るっていう形になると思うんですけど、そうじゃなくてもね、テラス席っていうのは絶対使った方が僕はいいと思います。うん。すごいね、やっぱ上から見下ろすっていうのはね、なかなかビーチの中でもないんですよ。うん、回っててもないです。もう下の方にね、東屋ってってね、三角のね、日陰になっている、まあ、休憩所みたいなのがいっぱいあることはあるんですけれども、
こういうねところみたいに上から見下ろせるっていうところはないですから、それがまあポイントですよね。でさっきもありましたけど、まあ、全然人いないです。もう本当にあの僕らもうちなんちも全然知らないですし、だいたい池井ビーチとかね浜比嘉とかにね目指してみんな行くので、ここはすごい穴場のスポットになってます。なのでそういった意味でもね、あんまり人がいない方がいいなとかっていう人たちはここのビーチおすすめなので、ぜひそこがいいかなと思います。それだとおすすめできますね。はい、でもう一つ最後のポイントっていうのは、これだけ綺麗な海でシュノーケリングができるので、でお魚がいっぱい近くにいるんです。サンゴがいっぱいあるのでね。なので魚を見ながらシュノーケリングして、餌もね買ってからソーセージね巻いてからで食べてもらってるのを見れるっていう形なので、そういった意味ではねこの3つできる、まあ離島で島の中でねこれだけ遊べるっていうのはいいですよ。島ならではのね、透明度だったりとかそういうビーチになってますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。はい、今回以上になります。まあこのチャンネルではねこういった形でガイド付きみたいな形でねワンカットで、雰囲気つかみやすいようにね動画作ってます。ビーチとかっていうのはねワンカットの方がいいかなって個人的に思ってるので、まあそういった形で作ってますんで、ぜひね参考にしていただいて、他の動画でもいっぱい出してますから、はい、見ていてください。